everyone! Welcome to our channel 東京女子校のエミリです。お兄ちゃんです。お久しぶりです。お久しぶりです。久々って感じするわけ。私、クレンジングバームっていうものがすごい好きなんですよ。まあ、化粧落としと洗顔とマッサージオイルが一つになった固形の洗顔みたいな。私が初めて買ったクレンジングバームがデュオっていう、これちょっと古い型なんですけど、これの赤を使って、あの鼻の角栓がいなくなったんです。いなくなった、消えたんじゃなくて消えたの。久々だからみんな。ソフティモーさんのクリアプロクレンジングバームホワイトっていうのがセールだったんで買いました。これプチプラだと考えてください。こちらのオージオビューティークレンジングバームっていうのは、ちょっとコメント欄で言ったらこのデュオとこれ比べてよっていうのがあったんで、これセールだったんですよ、アマゾンかどっかで。でデュオみたいにこの2つも角栓が消えてくれるのかなってちょっと期待して買ったんです。1ヶ月ほどこのソフティモとオージオを顔半分ずつ分けて使いまして、それ鼻？これ鼻のこの両脇、でこれがオージオね、まあ綺麗にはなった。でこっちがクリアプロ、ソフティモ、まあ綺麗にはなった、なんかいや消えてないなと思った、なんでだろうと思って、このデュオの赤、このオージオをまた溜まったんで角栓が、もう一回やりました、今度はスティームをかけました。これを使います、スチーマー、でお湯でこう毛穴を開かせてクレンジングしてみました。湯気でね、10日ぐらい、綺麗になってんじゃん。綺麗になったんですよ、まあ、両方とも綺麗になったんですけど、ちょっと若干ね残ってるのよ。デュオは、まあ、残ってるところもあるけど基本的にもう空洞みたいな状態になってたりする。でこれはあくまでも私が勝手に調べたことだ、参考程度に。参考にして。でそれぞれのサイトを調べたら、あの洗浄の仕方がちょっと違ったんですよ。このソフティモさんが、塩汚れとメイク汚れをオイルなじませてきれいにしていく、で、あとソフティモはホワイトとの他に角栓用っていうのがありました。ディープクリアの黄色いやつが角栓用なんで、そもそもこの人に角栓を期待したことが間違いだった。ちゃんと調べてほしい。角栓用を買えばよかったなって、ね、じゃあそもそもこれにスタートラインは一緒になるね。そうそうそう、さようなら。かわいそう。グッバイ。リオとオージオは説明文を読むと洗浄の仕組みが似てて、なんか細かい洗浄成分が入ってて、それが毛穴の中に入ってて綺麗にしてるみたいな。オージオさんのサイトを見ると角栓毛穴にアプローチするみたいな書き方してるんだけど、 AHA っていう成分がピーリング、古い角質を落とす、ああそうなんだ、らしいの。アハアハ、アハが入っててアハがピーリング、知らないけど、ピーリング効果で角栓にアプローチしてるらしい。でも私の経験上あんまりそのピーリングで角栓を取るっていうのは効果あるとは思えない。そうなんだ、まあ、それも人によるんだろうね、かもしれない、ね、そうね。私がずっと使ってた赤は角栓取れるのに角栓って書いてないんだよね。なんだよ。それはもう言わずもがないな。いや、だって黄色があって角栓を溶かして浮かすっていうブラックもあるの。でも私は赤でも十分角栓は取れてくれてるから、私はね、私は赤でも十分だと思ったよ。まあだからそれこそ人によるんだろうね。そうね、そうね。デュオとオージオ半分ずつ使ったらピーリング効果のおかげか、オージオの方がザラザラ感がない。オージオはすっごいトロトロなの。本当だ、見た目がそうじゃん。もう本当にトロトロ、デュオよりもトロトロなの。肌に対する摩擦が少ない気がする。だからマッサージもしやすいというか、デュオもいいんだけど、その洗い上がり感は私はオージオの方が好きでした。デュオはハリ肌になって、こっち柔らかいのよ、オージオで洗うと。なるほどなるほど。コスパ
印ならソフティモでいいと思います、はい、けど次買うとしたら私は黄色を買います。ちょっと角栓用、角栓用、うん、うん、オージオは個人的にヌルヌル感があるから優しく洗ってる感じがしました、うん、で赤のデュオは角栓を出やすくしたい人、洗い上がり張り肌を求める人にはもうおすすめです。あと今回本当に改めて思ったのはチームとか蒸しタオルとかお風呂とかで毛穴を開かせてから使ったら一番効果的だなって本当に今回思いました。終わった後はちゃんと冷やしたタオルで引き締めてあげてください。またそうなんだね。そうです、まあ、もしかしたらこれで角栓用じゃないけどスチームでやったら綺麗になるかもしれないけどそれは知らないやってない。それはやってないの？やってないです。そんなやるわけないじゃないですかもう YouTube やめちゃえばいいのにねただ安かったから買ったってだけで。なるほど。なんこれもう終わるけどこの動画はもし間に合ったらこれの結果も出そう。やれよ最後やれよ何年ぶりになるの？なんか絵ではやってた。でもなんか人に合わないしなんかもうやる気、人生にやる気が出なくなっちゃう皆さんぜひグッドボタンお願いしますご視聴ありがとうございました。